水素で動く電車を開発中です。こちらの施設では荷台を車体に見立て水素を燃料としている車両の走行試験が行われています。 JR 東海は今日開発中の水素動力車両の一部を報道陣に初めて公開し、時速75キロまでの加速や燃料が切れる前に安全に減速するシミュレーションを披露しました。今回公開したのは水素を燃料とする燃料電池から電気を取り出してモーターを回す車両で、 JR 東海ではこのほかに水素エンジンを使った車両の開発も進めているということです。いずれも走行中には二酸化炭素を出さないことがメリットですが、開発には10年以上かかる見込みということです。